夢人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ、上峰弘です。よろしくお願いします。はい、もうなんか予想がね、ね、もう 秋もうですね、秋もでも多分冬にもなってきます。もうすぐね、もうすぐね、秋っていつ、はいはいはい、っていうぐらい短い、うんうんうん、なんかでもやっぱあれよね、あの雨降るごとにこの季節が前進んでるね、うんうん、なんかそれ実感できる今年のなんか秋っていう感じがするんですけど、はい、もう暑かっただけにね本当に夏が長いし暑かった。そう、急に寒いからなんか袖なしからすぐ袖ありみたいな。そうそう、みんななかなかね、その出してくのも大変よね。そう、もういつこのまま出していいやら、はい、僕は年中実はこれは外へ出て行って持って行ってるだけなんですけど、はい、という感じの、季節になってまいりました。10月19日、はい、はどんな日なんでしょうか。はい、ママセヒロの今日は何の日、ブラックマンデー。起きた。はい、1987年昭和62年のこの日、月曜日ですね。ニューヨーク株式相場が上がった、暴落した、その曜日からブラックマンデーと呼ばれます。で、ブラックマンデーの当日、ニューヨーク証券取引所のダウ30種平均の終値が先週末より508ドルも下がり、この時の下落率は 22.6% であった。世界恐慌の引き金となった1929年、昭和4年のブラックサーズデーの下落率 12.8% を上回り、史上最大の暴落となった。そうやんね、 10%。 いやいや、もうすごいよね。だってこれは大変だったよ。いやいや、だからね、その508ドルっていうか、うん、あの1ドルいくら計算で考えたらどうなるって話なんだ。で、当時は実はね、はい、あの限りなく100に近づいてたの、うん、1ドル100に近づいてた、うんうん、だから、大体5万ちょいくらい、うんうんうん、平均株価が5万下がるってすごいことよ。そうだね。おう、だからあの、まあまあそれでもダウの30種平均なんで、うん、まあもともと高いところを取ってるやつの5万やから、あの普通の平均株価よりは圧倒的に高いところによる5万なんですけど、まあ、それでもえげつないことで、あのこれがね、まあ、やっぱり世界中にあのすごいインパクトを与えたんですけども、我々日本でいうと実は この、大暴落ブラックマンデーのが、実はバブル崩壊の引き金なんですよ。なるほど。だからあの皆さんね、あの、うん、よく最近だと映画とかテレビとかでもたまにやるけど、うんうん、あの、ね、バブリーダンスとかね、うんうんうん、あのダンスで有名になったりとかもしましたけど、肩パッド入れて、うんうん、ワンレンボディコンとかってやってた、うんうん、あの時代の終焉は実はここから始まったんです。なるほどね、うん、ここがきっかけで、ここがきっかけで、僕はだから大学が一浪して90年に入るんですけど、うん、大学卒業の94年、うん、には、なんていうかな、もうあの、こういう形容が使われてて、土砂降りの中を傘もささずに歩くような就職先生っていう、うん、もう、1人最低300社に資料請求せよ。300社。そうそう、いや、すみません、僕300も入りたいとこないんですけど言うんやけど、うん、もう就職科の先生は、いや違う、入りたいとか 入りたくない、うん、ちゃうん、入れるか入られへんかい。なるほど、それぐらいの。でも実際俺100目してる。なんいやもうだから行きたいとこしか出したくないし、うん、で実際俺あの、とあるあの、まあ、大阪の、うん、まあ、言うたらややこしいから言うんやけど、うん、ある会社から泣いてもらってんけど、うん、行きたくないとこやったから、うん、あの行きたいところから内定出た人にすいませんとお断り入れたら、うん、もうあの総務部長さんがめっちゃなんかどうしてもダメ、あなたはあの偉い、そうそうそう、求められて、あなたは、確かうちが第一希望じゃなかったんですか、すいません、別にありましたほんまにすいませんでしたほんまにすいませんでした知ってる人はほんまに言うてる。いやもう多分あの人相当おじいちゃんやったから、もうあの分からないけど、はい、もう覚えてないかもしれない、うん、忘れてはると思いますけど、そんな大変な時やったんですね、はい、本当にね、はい、ね、はい、大変なあれでした、あれでした、はい、はい、そしてもう一つ、はい、中性脂肪の日、はい、中性脂肪の塊です、自ら登っていくスタイルこれね、大阪府大阪市平野区に事務局を置く一般社団法人中性脂肪学会が制定してる。めっちゃ近いよご近所さんで、え
日付は、2019年令和元年ですね、うん、から毎年10月第3土曜日に、うん、学術集会、市民公開講座などを開催して、うんうん、中性脂肪の啓発活動を行う。え、嘘、今日やってるのほんだらというところですね。みんな行きましょう。本当に中性脂肪について学び、うん、知識を深めることでより多くの人に健康になってもらおう、うん、ということが目的でございます。中性脂肪ってね、まあ、何年ぐらい前かな、10年ちょっとぐらい前かな、なんかすごい言われ始めたわけですね、うんうん、悪玉コレステロールとかさ、善玉とかって言って、うん、まあ、あれ実は、ね、悪玉も善玉も全部嘘で、本当はないね、うんうん、悪玉も善玉もね、うんうん、で取りすぎんのもあかんけど取れへんのもあかんっていうのはあんねんけど、中性脂肪っていうやつはこれね、なかなかこの落ちないね落ちないねそうなんですよ、ね、なんか摂取からさ抑えるとかはあるけど、ついたもんどうやって落とすね。いや、ほんまにそうなのよね。なんかだからよく、まあ俺一応昔は大きい声でちっちゃい、ちっちゃい声、大きい声で言うと怒られる、ちっちゃい、ちっちゃい声で言うとダイエットをやりなさいっていうジムで働いてたまあ、うん、俺 の, 一応言い訳としては格闘技のインストラクターだったんで、うん、俺はダイエットと関係ないね、はい、大きくならんでもいいから、うん、まあまあ大きくならんでもいいからなんていうのをやってた人なんで、うん、それを指導してたんですね、うん、食事も、低カロリー高タンパク、うんうんうん、ね、で水分よくとって、ね、とにかく汗かいてっていう、うん、できるだけ、なんや有酸素運動やって、うん、脂肪減らそう知ってないよね、ね、はい、いかに人間が意志が弱いか、いやほんまによ知識やっても実行せえへんかったりとか、なかなかね行動に移すって難しいけど、ちょっと今日きっかけに、はい、気持ちばかしね、はいはいはい、だから中性脂肪の日、中性脂肪の日、いや、教会、あ、中性脂肪学会、学会、行ってみます電話してみよう、調べて助けてってすいません、なんだってもうさ、食欲なしでさ、ご飯も美味しいし、美味しいね、冬場ってもやっぱ食べることが一番幸せになってくるから、最高やね、もう蓄えるしかないからね、ちょっと気にしやんと、本当にね、お米もね、新米が出て、そうなんです、はい、夏と冬の顔違いすぎて、いつもびっくりする顔丸ないってなるから、マジそう、いや、昔の写真見たら、冬の方が顔丸いなちょっと丸いねんな、わかりやすいな、お前やばい、こっからつっくんやって、その時に知ったから、ちょっと腰は気をつけないかまあでも確かに人によって顔につきやすい人とつきにくいっていうよね、うん、どっちがいろんなところにつくからね、はい、今年は気をつけましょう、はい、はい、みんなで気をつけていこうね、はい、です、ありがとうございました、はい、はい、ということでいきますよ、はい、シネマどんぶりということでですね、はい、今日はですね、うん、映画、ほなまた明日というね、はい、すごいな、関西弁の、関西弁でしょ、向ける関西弁でしょ、うん、舞台は、関西です、はい、まあ、関西って大阪が舞台、うんうん、なんですけれども、まあ、あるね、大学の美術関係の大学で、うん、カメラを学んでいる4人の学生さんを、メインに描いたお話になるんですが、うん、これを撮ったのが、道本早紀監督という、ね、はい、監督でして、彼女は大阪出身、うんうん、でしかもね、徳島で生まれて大阪でさ、うん、っていうことで俺徳島の本籍地なのね、うん、で徳島話でちょっとだけ盛り上がったっていうなんかいいよね、それね、うん、で大阪のね、ビジュアルアーツ専門学校の出身の方なんですよ、うんうん、でそのビジュアルアーツの専門学校の先生も俺よく知ってるから、うん、その人の話も盛り上がった、なんかいろんな盛り上がりが ありましたまあインタビューの中ではその話はしてないんだけどね番外編で、ね、高木先生あんたの話で盛り上がった、というお話があるんですが、まあ、どんなインタビューだったか、まず、予告編でインタビューをご覧いただきたいと思います。それではシネマどんぶり、仕事決まった、アシスタントの東京です。なおは結局どうすんの？アシスタントは無理かな。
作家になるしかないねん。もっと歩け。もっと。うん。もっと。それ、ナオが撮った。わかるやろ。せやから諦めてん。写真。俺は相馬ナオが羨ましい。俺はあんなに写真にかけられへんかった。ナオさ、今どこ？いい顔や。それでは今日はですね、映画、ほなまた明日という映画の監督でいらっしゃいます道本咲監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。道本咲です。はい、ではまずですね、この作品についてですね、どんな作品か監督からご説明お願いします。はい、この作品は写真学生の、作品になってまして、主演の女の子なおちゃんって女の子と、まあ、仲良くしてるさよちゃん、ただ山田っていうのが一面のグループがいるんですけど、彼らが大学4年生の夏にこう就職とかが目に見えている中でこう切磋琢磨しながら嫉妬もしたり、でも助け合ったりみたいな、なんかちょっとこの青春の一幕みたいなものが描かれている映画になっています。どういう着想で考えられた作品になるのかなっていうのをまず聞いてみたいんですけど。そうですね、まあ、一番初めはその一人の女の子がこう自分のことだけを信じてこう歩いていく映画を撮ってみたいなと思ってたんですけど、なんか今私がちょうど1997年生まれで、ちょうど高校生の頃にスマートフォンがすごく普及して SNS とともにこう成長してきた世代であるんですけど、いいねってこう SNS を褒めてもらえるじゃないですか。でやっぱ人間って褒めてもらえると安心するし、やっぱ褒めてもらいたくなる承認欲求とかもありますしっていう状況下で、何か一つのことを突き詰めるのが難しくなってるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり褒めて欲しくなっちゃって、褒めてもらえることを行動に移してしまったりとかで、やっぱそういうことにこう気づいてない若者が多いんじゃないかなと思っていて、何かを頑張りたいけどこうなんか頑張れてないみたいな、そこにすごい私は危機感を感じていて、だからそういうことを全く気にしない女の子を描いてみたいなと思ってこの映画ができました。本当にですね、このね、主人公のナオっていうのはですね、もう全くこう何やろ、周りから果たして影響されてるんだろうかと思うぐらい、まっすぐに歩いていくという、はい、でしかも絵の中でもまっすぐ歩くんですよね。ふらついて歩かないっていうね、はい、目的見つけたら目標に向かってまっすぐ本当に歩いていくタイプというか、うん、そうですね、絵的にもそれがすごく現れてるんじゃないかなと思ったんですけど、監督的にこの作品を撮る上で一番こう難しかったところとか、なんか思い出に残ってることとか何かありますか？結構なおちゃんと女の子がまあ一番主人公としてこの映画立ってるんですけど、映画の構成としては周りの他の3人がまあこのすごく引力の強い主人公にちょっとずつ惑わされて、まあ人生が変わっていく、まあ人生が影響されていくっていう構成になっているので、この主人公が主人公らしくないというか、その葛藤が周りの人間の方が葛藤してるのが分かりやすいっていう構成になってるので、やっぱりそこをその俳優陣とかスタッフに共有するのが初めちょっと大変だったと言いますか。すごくよく分かりますね。迷いなくってね、僕がさっき言ったように本当になんか見た目は迷ってないんじゃないかなと思うぐらいまっすぐこう狙い定められてるように見えるので、それだけに余計にねカットしてないように見えちゃうんですよね、はい、でも絵の中には彼女は彼女なりの、だって迷わず歩くってことは必ず誰かとぶつかるし、はい、
それでも前歩くとすると、必ず誰かを傷つけてしまうっていうことになるので、その部分で彼女は受け止めてる部分もあるし、まあもう一つはお母さんとのことっていうのもありますからね。だから、ね、実はその、なんか何の葛藤もないかというと、そんなこともないんだけれども、そういうところが、こう、しっかりと読み取れると、本当に、この作品の意味がわかるというか、っていうことですよね。はい。いいですね。そうですね。結構その周りのその4人のうちの残りの3人の葛藤っていうのが、逆に僕らがよく経験するというか、なんかその才能のある人のそばにいる、見せつけられてる感っていうのが、多分お客さんにはすごく響く部分なんじゃないかなっていう気はするんですよね。それだけになかなか奈緒の葛藤が理解されにくいっていうところはあるのかもしれないですね。はい。そうですね、その人によってそのご見られる方のその時の気持ちとかタイミングとかでその、まあ、好き嫌いが分かれるというか、そのまあ4人主人公がまあ4人いるので、まあ、分かりやすく言うと推しを見つけられる映画でもあって、その人の共感できるからこの人目線で見れるみたいな映画になってて、まあ、それで言うとやっぱこう奈緒のことなんやこいつみたいな意見も聞きますね。そのやっぱ周辺の傷つけ、なおはすごいそのさっきおっしゃってくださった通り、まっすぐ歩いていくとこう、まあ、ぶつかることも多くて、それにこう振り回されてるやっぱ周囲の人間の方が可愛らしいっていうので、そういう意見も多いですね。だからこそ感じている葛藤は必ずあって、全くその傷つけたことに対して傷ついてないかというと、そうではないのでね、実はね。本人そんなつもりがないだけにね。そこは実はその田中誠さんがすごく繊細、まあ、ある意味繊細に演じてくれていて、ちゃんとそれは描かれてはいるので、安心して見る人は見ていただきたいなと思うんですけどね、僕は。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、しっかりとそこは、絵としても撮ってあるし、田中さんもそこは、ちゃんと演じられてるなっていうのは、僕は見て思っていたので、しっかりその辺も含めてね、この作品を楽しんでいただきたいなとは思うんですけど、どうでしょうね、その監督として、今回この作品、まあ、作りました、まあ、いろんな反響もある中で、なんか、こう、さらに思ったことってないです。で、よく言われるのは、その今、このネットフリックスとか配信ドラマとか、まあ、映画の稽古もそうですけども、すごくリズムが速い映画が流行ってる中で、ここまでというか、こんなゆったりした映画、挑戦だね、みたいな。なんか、すごく好きなんだね、こういうのがって言われることが多くて、そうだよ、私、こういうの好きなんだよって思いながら、なんか、それをすごく認められるようになりました。初めは、確かに、ちょっとこう、見てももらいに低い可能性もあるかなみたいな。いや、僕はね、見てて思ったんですけど、僕もね、実はね、長い間の作品好きなんですよ。というより、まあって言うんですけど、これね、芝居なんですよ。要は、役者が何か伝えようと思って芝居をやっている、その芝居を、多分ね、僕もそうなんですけど、ファインダーというか、カメラを通して、その芝居の意味をすごく感じ取るのが心地いいんですよね、監督は。だからこの間にこんな意味があるよなっていうのを見ながら思ってるから、その間が愛おしいから切れないんですよね。だって意味あるやん、この間にっていうところが、その意味が分かってない人にとっては長いとしか思えないっていう話がおそらくあるんだと思うんですけど、でも僕はこの作品にはちゃんとその間の意味はあるんじゃないかなって感じ取れたので、はい。いや、だから役者さんすごいんですよ。うん、ちゃんとその役としてその絵の中に生きてらっしゃるので、だそれが例えば特に山田君なんて、もうその悲哀を固めたような、なんかすごい 声だけしか出てねえのにここで悲哀を出すみたいなところも含めてね、泣いちゃうところとかもそうなんですけど、そういうのをしっかりと出してくれてるからこそ、あの間が生まれてくるみたいなところが多分あると思うんで、そうそでのす意味でね。はすごくいい、いい作品じゃないかなと思いますけどね、逆にね。いや本当に言っていただけます、いろんな人にその間合いですごくそのいない人のことを考えられる芝居の時間だから、それがすごくいいって言ってくださるので、あ、よかったと思って。
よかったと思います。はい、はい、はい、ということで、ではですね、そろそろお時間なので、監督の方から見てらっしゃる方に、メッセージをお願いします。はい、ものづくりをする人間が主人公ではあるんですけれど、だからといってものづくりをしてない方にもこう見ていただきたいというか、その推しを見つけられる映画でもあるので、こうなんかちょっとこう自分と共感できる人間を見つけられたり、その見つけた先にこうなんでしょう、自分のちょっと人生と照らし合わせてこう振り返ってみたりとか、ちょっと何か頑張ろうと思えたりとか、なんかこう映画を見た後になんかすごくこう映画館出た後に良かったなと、頑張ろうと思えるような映画になってると思うので、分かりやすいエンタメ作品ではないので、こう感情の起伏がこう分かりやすくあるわけではないんですけど、こうせっかくもしお時間いただけるなら、ぜひふらりと見ていただけたらと思ってます。全然あれですよ、そんなお時間あればとか言わなくても十分見て、よし頑張ろうと思える作品になってると思うので、他の人にね、見ていただければいいなと私も思います。はい、ということで、今日はですね、映画、ほなまた明日の道本早紀監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい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 、ね、まあ僕はなんかどっちかっていうと、もう監督が実はモデルだったんじゃないかなというような気はせんでもないですけど、でもね、全然その、主人公の奈緒ちゃんとはちょっと、キャラクター全然違うんですよ。違うんですけどね、はい、なんか自分が題材になってそうな雰囲気の、まあやっぱり多かれ少なかれ監督がね、自分を投影してしまうって部分もあるし、その同じものづくりの、人たちなので、まあそういう部分はあるのかなという気はせんでもないんですけどね、はい、とにかく、なんだろうな、この、奈緒ちゃんっていうね、女性がですね、もうまっすぐに突き進んでいくんですけど、多分ね、この子が決めてることがあって、嘘つかないっていうのを決めてるんですよね。だから、友達にも本当のこと言っちゃうというか、で、それがこう、友達に、そんな直言されたらちょっときついやみたいな。で、しかも、この奈緒ちゃん自身が、すごく認められている人なので、センスだってこれね、映画の中で出てくるんですよ。先生がこの奈緒ちゃんに嫉妬してるっていう、俺も奈緒みたいになりたかったみたいなことを言っちゃうっていう、お酒の力って言っちゃうんですけど、それぐらい才能があるという設定なので、まあ周りのね、だって先生がそんなこと言うねんから、周りの子たちってどうしたらいいのって話よね。友達やって余計にね、それ例えばさ、ひなちゃんとかもさ、そのすっごいこの子才能あるなみたいな、アイドル仲間みたいなのがいたとか、そんなのないの？才能あるなとかはちょっと難しいけど、まあまあ、こういう仕事関係もそうやし、プライベートの友達もやけど、やっぱなんかしてても、ちょっとこう引いてるというか、はいはい、同じようにしてるはずやのに、もうちょっと違うもんやろみたいな、あの子あんなうまいこといくんやろみたいなのは結構ずっとあったから、そのいわゆるこの周りのね、気持ちがすごい分かる側で、ね、私は、ね、いや分かる、なんか苦しいよなみたいな、っていうそのいわゆるちょっとひがみやったり妬みやったりっていう部分は結構あったりとかしたから、それでもこう自分は自分やからって思うタイプではあるけど、なんかいいなとか羨ましいなとかっていうのは思ったりは全然するな。まあそうなんですよね。だからその、感情移入するポイントとかすごくあって、その、まあ、主人公に対しての感情移入っていうのは、なかなかひょっとしたら難しいかもしれないですけど、周りの仲間、友人とかがこう思ってることみたいなのはもう本当に手に取るように分かるっていうか傷ついてるというかあれだよね、みたいなのがねありますよね。だからまあ推しを見つけられるという言い方をしてましたけど、そういうまっすぐ歩いていく人が好きっていう人もいると思うし、いやいや、なんかこの人がなんか私のように感じちゃうみたいな、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ一つ僕はこの作品の中で皆さんにぜひ見ておいていただきたいなって思うのは、
その主人公のナオと山田くんっていうのがいるんですけど、うん、この山田くんがね本当にね分かりやすく迷ってるんですよで彼女の才能の前にも泣くしかないっていうところがあって、でもその泣いてるところ出ないの、うん、出ないの、でも出ないのに出るんですよ後でそのシーンが、うん、でシーンがというか、うん、まあ出るんです、うん、ここに注目してください。このね絵の作り方っていうのが、まあ、この監督の作家性がすごく思ったので、そこの見せなかった声しか聞かせなかったところが、うん、後でそれが出た瞬間、あああれやって思うんですよね。そこが、まあ、彼女の演出の仕方なので、そこをぜひ、ね、注目して見ていただければと思いますけど、はい、はい、でこの作品がですね、うん、10月25日金曜日より、うん、テアトル梅田、アップリンク京都にて公開となります、はい、でまあ、神戸の、公開はちょっとまだ未定なんですけども、うんうん、大阪と京都でやります、うん、で、10月26日土曜日に、うん、テアトル梅田とアップリンク京都でそれぞれですね、監督の、舞台挨拶が、ございますので、うん、またチェックしていただければと思います、はい、それぞれの映画館でね、うん、何時からっていうのがそちらの方でチェックしてみてください。はい、ということで今日は映画ほなまた明日の、道本早紀監督のインタビューでした、はい、ありがとうございました。はい、じゃあですね続いていきたいと思います。はい、はい、中之島映画祭情報です。いきますよ、はい、西澤野さん、はい、西澤さんでございます。はい、はい、はい、さあ今日は、はい、今日はですね、はい、よく、まあ、映画祭やってて、うん、お客さんに聞かれることがあるんですけど、うん、まあ、受賞映画おもろいやんけと、うん、どこで見れんのって聞かれるんですよ、はいはいはい、でまあね、このシネマどんぶりでいろいろ紹介してる、はい、シアターセブンだったりとか、はい、うん、あとシネヌーボー、アップリンク、はい、京都、元町映画館、テアトル梅田などね、はい、ちょっと、ミニシアターと言われる、ちょっとだけちっちゃい、うん、はい、映画館を、うん、今言ってたような映画館では、うん、結構実写映画がやっと、ね、見れたりとかするんですよね、はいはい、普通のね一般映画って言われてるようなやつもやるんですけど、うん、そうじゃないのもたくさんやってる映画館もあります、はい、ではね、マテリアルさんみたいな、はい、ほんと小さなマイクロシアターみたいな、はい、そこでも結構実写映画っていうのは見れますよね、はい、でその他にやっぱり映画祭、はい、映画祭行ったら、うん、やっぱり実写映画よく見れますね。まあそうですね、はいはい、で関西でだいたい20ぐらいあるのかな今。そうなんですね、ぐらい、そうなんや、はい、全国でいうとなんか300か400ぐらい、ね、東京だけでね44あるんです。すごいな、やっぱ東京がすごいですね、まあ、関西で言ったら、まあ、大阪事案映画祭であったりとか、はいはいはい、岸映画祭、田辺連携さんとかね、はいはい、いっぱいありますし、はい、そこをぜひ見て行っていただいたら、うん、まあ、検索して行っていただいたらいいかなと思いますね、はいはい、ちなみに全国映画祭リストって、うん、検索してもらったら、うん、全国の映画祭のダーッと出てます、はい、その中にもちゃんと中之島映画祭、あとですね、うん、ついこの間なんですけども、ベーコンチャンネルで去年22回中之島映画祭で優秀賞に輝いた、うんうん、野口裕太監督の、はい、さまよえ記憶がオンエアされてた、だから結構ね放送も今後されて、うん、まあ今までもあったんだけど、うん、なかなか続かないっていうのがあるんですけど、うん、まあ、今後ねやっぱりそういうソフトが必要なコンテンツが必要なので、うん、どん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 そういうチャンスが広がっていくとは思います、うんうん、去年とか今年ですか、え、入選22回です、はい、今年です。ああ、そうか、今年です、もう次やってるから、そうそう、次のやつになっちゃってるから、去年言うてもベージのやったのは今年や、そうそうそう、もうさっき言ってもらった、ビバ映画祭受賞の短編映画たちっていうタイトルらしいですよ、はいはいはい、そのベーコンチャンネルでやってるのが、だからそんな形でも、まあ、何らと見るチャンスはあるんですけど、うん、あんまり知られてないっていうのが、まあ、現実なところですけど、
まあ、ぜひあの中野島映画祭だけじゃなくて、うん、あの映画祭、はい、でもちろんあの劇場とかにも、うん、ぜひ足を運んで、うん、自主映画ってこんなにおもろいんやって思えますので、うんはいはい、ぜひぜひそちらの方で自主映画を楽しんでいただけたらなと思います。そうですね、はい、まあ、マテリアルでもね、うん、ショートムービーフェスっていうのを、ねうん、今年から始めて来年1月やりますので、またそれもね、うん、見ていただく、うん、ショートムービーなんで、あの一応なんか45分から50分ぐらいまでっていう時間の中で、なんか2本あったり3本あったり1本だけやったりとかっていう感じでやってるんで、うん、サクッと見れますからね、うん、はい、ぜひぜひ。あの20って言いましたけど、関西で20言いましたけど、もっとたくさんきっとあると思うんですよ、多分ね、うん、あの細かい、はい、あの映画祭って名前をつけてやったはるところ、はい、あるんで、うん、ぜひぜひそういうちょっとこう検索して、うん、そうですね、あの見てもらえたらいいなと思います、うんうん、ちなみにあのカムイ映画、みんな祭っていうのが違うくて、カムイ映画祭りっていうところが祭りにしてるんですけど、ね、なるほど、自分ところのやつしか出せへんから、あの映画祭がおかしいから、映画祭りって言って、あの東映漫画祭りみたいな感じで、はい、東宝チャンピオン祭り、ああそう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 、あったあったあった、昔祭りって、ね、はい、祭りの方がいいなって、うん、やったりとかしてます、はい、はい、ということで、はい、はい、中之島映画祭情報でした、ありがとうございました。はい、では、続きまして、情報ですが、はい、どんな感じでございますか。はい、ひなからの情報は今まで通りでございます。はい、はい、ブレイブゴーストさんの、卒業ライブですね、そちら出させていただきます。10月27日日曜日、フェアリーテルズ大阪さんというところで15時半オープン、15時50分スタートで、前売りが2,000円、ワンドリンク別にはなってますが600円入れるかな。で、タイムテーブルが出まして、17時35分から17時55分の20分間、うん、ほとんどね、ほとんどじゃない、全演者さん20分ずつのステージなんですが、はい、5時半頃ですね、うん、なので、まあお仕事で人もちょっと早く切り上げれたら帰って寝んちゃうかな、みたいな時間帯なので、よければ遊びに来てください、はい、最後にね、物販とかって、うん、みんなでね、こう撮ったりだとか、こんなステージよかったよってみんなに挨拶する時間もあると思うので、よければ朝に見に来てください、はい、以上なんですが、多分ちらほら今後なんか来月の予定だとかも出てくると思うんで、またここなり X でお知らせしていきます、はい、お願いします。 X で、はい、X でよろしくお願いします、はいはいはい、こちらですね、先週、先々週と、うん、2週にわたって、今関あ秋吉祭りで来てたんですが、はい、この、イエンさんの仕事ですね、あの看板、あの映画看板を手書きで書かれる、うん、あの台湾のイエンさんの仕事と、それから島猫っていうね、うん、猫が主人公なのに猫が出てこないっていう、にゃ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 猫語をニャーニャー喋るという世界で初めての映画なんですが、この2つがですね、今日からです、はい、今日からシアターセブンで、うん、2作同時に公開されますので、はい、初日、今日初日か、うん、初日なんで、今関監督が、来られているはずなので、うん、多分まだ間に合うはずなんで、ぜひ、シアターセブンに駆けつけていただければと思います、はい、そしてですね、10月30日水曜日、18時15分からはい、マテリアルで、ともるの上映がございますので、ぜひこちらも来ていただきたいなと思います。そしてともるが11月6日、これまた水曜日ですけど、20時45分からあったりしますし、他の日程もあるんですが、ちょっと早すぎるんで、また11月になってから言いたいかなと思うので、そっちでまた説明させてということでございました。はい、夢人の情報でした、ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございますが、はい、はい、なんかね、やっと秋らしくなってきたかな、秋らしくなってきたにもかかわらず、俺今日も収録中ずっと汗かいて、いや本当にずっとここだけなんか最後なんか違うかな、いやいやもう夏と同じ格好
まだ半袖やから。まあ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 、雨降ったり中降らんかったりとかで、湿度が上がっててちょっと暑いなって感じることもあるかもしれないんですけど、まあ、だいぶでも季節がね前進んできてる感じなんで、そろそろなんでしょう、そろそろってでもねもう10月やからね、昔だってもう10月と言ったらもうなんか紅葉の季節がどうの方がってて、最近それがもう11月まで遅くなったっていう、はい、まあ、また多分そろそろ紅葉がどうの方みたいな話になってると思うんですけど、紅葉してる間に行かないと見れないっていう感じで、はい、皆さんも、よかった土日、まあでも映画館行ってほしいんですよ ね、 そうですね、紅葉見に行くより映画館行ってほしいなと思うんですけど、紅葉も行って映画も見て、映画館見てからね、特に何とかね、うん、はい、ぜひ、楽しんでいただければなと思います、はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。